では引き続いて、今度は、こちらの括弧の中に変数を入れてみたいと思います。関数の中から、時間、現在のフレームを指定します。そうすると FC、つまりカレントフレームが入ります。では、タイムラインを動かしてみます。何も変わりません。それは適用がなされていないためです。では適用を実行し動かしてみます。そうすると現在のフレームの値がこのサインの中に入って、スケール Y が時間軸とともに調整されている様子がわかります。これではですね、あまり動きが大きくなくて面白くありませんから、サイン FC×5 とします。ではこれで適用します。そうすると今度はこのような動きになります。ではさらにちょうど全くスケールがない状態が存在してしまいます。存在しておりますのでプラス 1.1 というふうに値を入れてあげます。また現在のこちらの状態ですが、このようにビューポートで見るだけではなくて、ビューの中から、グラフ表示を実行します。そうするとこのような、グラフとして、どのような値が入るのかといったようなものを見ることができます。